最近の趣味ですか？散歩でしょうか。静かな森の中を歩いていると、あの鳥はこんな風に鳴くのかとか、新しいことに気づくんです。カフェで待ち合わせなんて、まるでそういう関係みたいですね。え、どういう関係って。わからないふりはずるいです。アレクシア王女、わざわざシャドウ様ご自身で近づかなくても、私が…あ、いえ、すみません。何か深い考えあってのことですよね。試験勉強に追われている生徒の気持ちがわかりません。私が学生なら直前に焦って詰め込んだりしませんよ。学園で習うこと程度、入学前に履修済みですから。マクドナルドで販売されていたシュワシュワってした冷たいドリンク、飲みにくくて苦手なんですよね。この量、すべてお召し上がりに。見ていて気持ちいい食べっぷりというのはこういうことを言うんでしょうね。七影の皆様はシャドウガーデンの中でも別格の存在です。その中でもアルファ様は中枢を担われていて、風格が終わりですね。シャドウ様は偉大な方ですね。その目で見据えられているものの一辺でも私に見えているといいのですが。嫌いな男性、自分の意思を持たず周囲の価値観や言葉を疑わないような相手は嫌いです。まるで昔の自分を見ている気になりますから。コーヒーよりも紅茶が好きです。甘味を感じるものからスモーキーなもの、値段に至るまで紅茶は千差万別なんですよ。告白の現場に鉢合わせたことはありますか？邪魔しては悪い気持ちと好奇心がぶつかります。いつも好奇心が勝ってしまいますが。学園のカフェテリアの新メニューは前回の反省を踏まえて甘さを抑えたとか。え？詳しすぎ？どんな情報が生きるかわかりませんから。好きな食べ物、お菓子だと紅茶の味や香りを邪魔しないものを好んで食べています。最近青や緑のドリンクが流行っているそうです。奇抜な色ですけど、味は悪くないとか。挑戦してみますか？香辛料を多く使った食べ物はあまり口に合いませんね。カレーも苦手です。シャド、いえ、人目を考慮してシド様とお呼びした方がいいかもしれませんね。はい、シド君。それはさすがに恐れ多いので。日当たりが良い時、じっとしていると眠くなってしまいます。シャドウ様にも分かっていただけますか？タイプの男性、騒がしくない人がいいですね。もっとも、どんなに素敵な人が現れてもシャドウ様と出会った今の私の眼中には入りませんよ。あっ、大丈夫ですか？ああ、紅茶がまだ熱かったんですね。やけどしていないか舌を見せてください。はい？あの日の感じで言うんですか？ですが、あれはその…わかりました。
ては。ほら君、エスコートしなさい。これでいいですか？アフタヌーンティーのセットを用意しておきました。茶葉の銘柄も僭越ながら私のおすすめを。シャドウ様の口に合うといいのですが。スライムボディースーツ、初めて着た時は少し恥ずかしかったです。体のラインが見える服なんてそれまで着たことがなかったので。私の実年齢ですか？何度聞かれてもそれは秘密です。疲れた顔をしているですか？いつもより明るめのファンデーションを使ったんですが、シャドウ様の目はごまかせませんね。初めてお目見えした時、緊張で声が震えていました。今はその頃とは少し違った意味で緊張しています。深く追求しないでください。